こんにちは、粟田洋介です。今日はキャンバスに冬の絵を描いていこうと思ったんですけど、見てください、このキャンバス結構ひどいですよね。もうしまっておいたというか散らかっていたっていうかね、もう雑にいろんなものと重なってて、なんかこんな風になってしまいました。前に違う動画でもやったんですけど、こういう風になった場合も直すことができます。至って簡単で、後ろから水をかけます。そんで水を染み込ませます。そうするとキャンバスが縮んできます。それでピンとなってくるはずなんですが、全体的にちょっとの場合はその箇所だけかけるといいんですけど、ここまでいった場合は全体的にギューッと縮んでこないとどうしようもなさそうですね。多分時間が経てば治るんじゃないかと思いますが、この部分だけなかなか治りそうもないですね。今ちょっとドライヤーで乾かしたらだいぶ平らになりました。ちょっと見えづらいんですけど、ちょっとね、歪んだ部分があるんですけど、乾いた部分と乾いてない部分があるので全部乾けば多分平らになると思います。ではちょっと冬の色で絵を描いていきます。私は色で季節を表すのってちょっと苦手で、なんか以前は作品は全部夏みたいだって言われて、その時秋だったんですけど、秋の色っていうのをちょっと研究したり、ね、春冬ってちょっと自分なりに調べたり考えたんですけど、まあ、検索するとウィンターカラーとかスプリングカラーとか季節に合う色がいろいろ出てくるんですけど、私の場合は自分で感じないとわからないので、春夏秋冬ってあって、その景色を思い出してみると、同じ場所でも夏の太陽の下で見た色と冬の太陽の光で見た景色の色っていうのは違いますよね。で、秋も違うし春も違います。その時咲いてるお花の色も違うし、葉っぱとかの色も違うかもしれません。そういう風に考えると結構季節ってイメージしやすいんじゃないかなと思います。あと季節の色って言っても、その気候の違う国とか地域によっても違うかもしれないし、なんか面白いですよね。で、まあ今日は冬の色ということで、私の考える冬の色を使っていこうと思います。これは何の絵でしょう。まあ何だっていいんです。というわけで続きを描いていきます。これ最初へこんでたの覚えてますか？後ろに水かけて、キャンバスもすっかり乾いて、で最後ちょっとへこんで治らなかった部分もすっかり平らになっています。
なんかこんな感じで抽象画にしようと思ったんですが、なんかもう少し具象的なものが足していきたくなったので、ちょっとサインしちゃったんですけど、もうちょっと足していきます。なんか余計なものを足すことによってなんか悲しくて絶望的な絵になってしまっていますので、これではいけません。ちょっと変えていこうと思います。はい、こんな感じの絵ができました。タイトルは希望のラストステージです。なんとか冬らしい色になりましたかね。さっきの抽象画で冬は季節の最後なのでラストステージっていうタイトルにしようと思ったんですが、なんかあの抽象画じゃ物足りないなと思って、ここにになんか人が描きたくなったので、人を描いたらなんかすごい悲しい絵になって、でラストステージが悲しいなんてちょっと嫌だなと思って、希望を持てるようなイメージになんとかしようと思って書き足していって、それで希望のラストステージというタイトルを思いつきました。私はめったに絵に思いとか込めないんですけど、なんか人生の最後の最後まで希望って持っていたいなって思うし、どんな人にでも持っててほしいなと思うので、なんかそんな思いを絵にしてみました。ということで今日はへこんだキャンバスを直して冬のイメージの色を使って絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。